こんにちは、ナットヌケです。みんなとね、ちょっと遅れてね、メタがやっとカエルさんになれました。はい、みんなカエルさんになった。あっという間だね。これ、カガくん。これ、メタくんです。完璧に男の子っぽいね。色濃いし、今日にはね、尻尾なくなるかなと思ったんですけど、意外に若干まだ残ってるね。ほれ、加賀くん頑張って泳いでる。ほれ、加賀くんのドアップかわいいね。面白い模様だ。はい、ちっちゃい、小さいね。これメタくんもどっか出かけてったから捕まえちゃった。かわいいね。こうやって見ると不思議ですね。2日前まではあんなに大きなね、尻尾があったのに一気になくなっちゃった。不思議。メタなんてね、昨日までまだお玉でね、尻尾すごく長かったの、いきなり短くなってるし、かわいい。この子、ひよちゃんね。ずんぐりしてる。これ、まる。かわいい。すごくかわいいの。ね。これ、ひよちゃん。ね。近くで見ると、模様がわかるね。かわいい顔しているこの子もまたね。これとってもかわいい。まる捕まえた。これまるちゃんね。ほら、かわいい顔してる。ね、やっぱり私はおたまちゃんよりもカエルちゃんの方が好きだな。突然変化していくのはね、なかなかそれはそれで面白いんですけど、かわいい。これ、カカくんね。かわいい。メタくん、時間が経つにつれてどんどん黒くなっていく。不思議だね。でもかわいい。かわいい顔だ。ね。はい。かわいいね。こうやってね、並べてみると全然違うね、みんな。かわいいね、とりあえず。ちっちゃくてかわいい。あれ、この子は加賀くん。かわいい、この模様、
好きだな私。うん、可愛らしいね。おじちゃんとね、ジェットくんに会った時はこんなにね緑色していなかったから不思議な感じ。緑色なのがね、なんかバジェットガエルに見えない。私の知っているバジェットガエルとはちょっと違う。うん、かわいい。これはこれでかわいい。うん、なんかすごいかわいい顔している。なんかメタくん、ほんと時間経つにつれてどん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 あのドス黒くなってくる。うん、最初はカカくんの方が黒いかなと思ったけど、メタくんの方が黒いな。これマルね、かわいい。おっと、大変なことになっちゃったね。あららら、かわいいなぁ。なんか尻尾がね吸収されてだんだんなくなってってるけど、どんな感じなんだろうね。エラがねあのなくなりそうになってる時はなんかすごい苦しそうだった。なんかどういう風に息していいのかわかんないからなのかな。うん、なんか苦しそうにしてた。エラがねなくなるとこは本当にね苦しそうでかわいそうだったな。うん、でもなんかエラでも呼吸はして、肺でも呼吸してるところがね見られましたね。うん、やっぱ不思議ですよね、お玉からカエルになる瞬間って何なんだろうね。これこれかわいい。なんかこんな小さいのにジェットくんと似たようなポーズ撮ってる子がいる。これピオちゃんかな。かわいいね。これマル、かわいい。水に打たれてる。なんか似たようなことするね、みんな。水打たれるのが好きなのかな。3時間経過後の動画です。メタくん一段と黒くなりました。これカガくんね。うん、カガくんより黒くなっちゃったね。かわいい、かわいい。なんかみんな違っててかわいい。なんか違う種類のように見えるけど同じ種類です。はい、すごいね。水につけてもやっぱり黒い。こうやって間近で見ても黒い。そしてかわいい。うん、まあそんなところでそろそろこの辺で動画を終了にしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。ラット好きでした。